リンリンハローパラレールリンリンパラレールのリントです。はい、ちょっと急遽今動画を回してるんですけれども、先日、私がアップさせていただきました、責任を持って飼育をしましょうというお話ですね。そこから派生したものになるんですけれども、まあ、内容としてはジャパンレプタイルズショーの北海道のものでですね、その時の情報としては、まあ、いろんな子が亡くなってるっていうのをね、やっぱりツイッターで見かけるんですよ。まあ、今回と、取り上げるトピックとしては、福桃にもなるんですけれども、ツイッターでね、報告を見ると、レオパが亡くなった、西アフリカトカゲが亡くなった、ボールパイソン、メンフクロウ、気中、サソリだったかな、サソリが亡くなった、あとは、他だとデグーとか、まあ、フクモモが亡くなったっていうのも、まあ、もちろんあるんですけれども、今回はね、フクモモトピックにするんですけれども、まあ、いろんな子が亡くなったっていうのがあって、ただ、ショップをね、結構悪く言ってしまいがちなんですけれども、購入した後にしっかり様子を見て病院連れて行ったかいっていうところを前回お話ししたんですよね。で、ちゃんと様子を見ながら、その子が幸せにね、過ごせるように、飼い主側がちゃんとしないといけないよっていうお話をしたんですけれども、今回は、福桃にトピックを、合わせてちょっとお話をさせていただきます。まず、一個だけ、ちょっと長くなるんで、この話。まず先に言っておきます。福桃飼育者の皆さん、全部の統計とか裏までも取ってない状態で、ツイッターの表面上だけを見て、あそこが悪い、こうが悪いっていうのはもうやめませんか。トータルして悪いのは全部悪いんです。そのベビーを売ってしまってたショップももちろん悪いです。ただし、それを OK としてしまった、そのイベント主催側は、もう悪いんですよ。そして、飼い主さんも悪いんです。なぜかというと、飼い主さん様子を見たかどうかという形跡がありません。病院へ連れて行ったっていう形跡もありません。しかも、明らかに情報として間違ってるんじゃないかなっていう情報でも鵜呑みにして、自分でお調べしてないっていうところが悪いです。そしてもう一つ、福桃飼育者の皆様。あなたたち責任も持たないのに、あれやこれやと匿名でツイッターで書くのは間違いです。はっきり言いますが、それは間違いです。とやかくいろいろ言うのであれば、ショップが変わるようにちゃんと意見しましょうか。ショップに問い合わせをしましょう。そしてイベントに対して思うのであれば、イベントにしっかり問い合わせをしましょう。で、今後イベント側がそういうベビーちゃんを売らないように、動いてもらえるように意見してください。ということで、私は後で説明しますが、これは全部私意見しました。ショップ側にも、そして、今回のジャパンレプタイルズショーの主催側にも私を電話させていただきました。そしてメールも送っております。それぐらいやってから文句を言いませんか。散々文句言ってますけど、私はそこに頭に来てます。本当にもう炎上覚悟で、言います。炎上してもいいです。もうツイッターとか。ただ、ツイッターとか YouTube とかね、炎上していいんですけど、それぐらいやってから、物事を言いましょうか。はい。で、まず、では、なんでこういう見解になったかっていうところをお伝えいたします。今回、フクロモモンガちゃんが亡くなったという形でね、ツイッターに上がっておりました。で、10日間ほどっていう形でね、上がっておりました。で、皆さんですね、どこのショップで買ったの、どうなの、こうなのって、あ、ここのショップか、ここのショップあれなんだよね、ダメなんだよね、みたいな感じで、炎上させるだけ炎上させてるっていう状況だったんです。ただ、投稿を見ていくとですね、ショップ側から35度で温度設定してくださいって言われたって書いてるのを目撃したんですよね。ただ、その時点でおかしくないですか？ショップが言うと思いますがっていうところも確認してください。ショップがね、ベビーを販売してるっていうところは悪いですが、ただショップさんはしっかりブリーディングできてるんですよ。飼育経験があってブリーディングができているっていうことは、温度管理の設定くらい知ってるんですよ。わかります？で、しかも
ブリーディングした上、モルフのちゃんとした確認とかまで取れてるんです。あそこではプラチナの子も売ってましたし、ルビーレイの子も売ってましたね。そしてクリーミの、ホワイトフェイス、クラシック、まあノーマルですね、にリューシスティックなど様々なねモルフが売られてるんですけれども、遺伝子の勉強ってそう簡単ではないんですよ。でショップとして売るからには、親が何子が何っていうところをしっかり見てるわけですね。なので例えば、プラチナヘテロクリミノとか、プラチナヘテロリューシスティックだとかちゃんとそういうのも分かってるわけですよ。でも結構私も飼育経験、まあ飼育経験で言っても1年ですけど、動物の知識っていうのは結構長らくね、ずっと動物好きでいろいろ飼ってるんで、今もそこにサバンナモニターとか、そこにレオパとか、そこにセーブシシバナヘビもいるし、こっちにサンショウとねイモリもいます。でフクモモに関しては今5匹いたりするんですけれども、遺伝子のところのお話って難しいんですよでも私そのショップでお話聞きました。ちょっとご迷惑かかるのでショップの名前も出さないですしちょっとごめんなさいね、喉が寝起きで喋ってるんであれなんですけど、ごめんなさいね。そのショップの方で実際にお話もしたし、でショップの名前も出さないし、今回ツイートされてた方の名前も出しません。ご迷惑がかかってしまうので。ただショップ私実際お話行きました。でお手伝いもしていて、今回ジャパンレプタイルズショーで私お手伝いしてたんですけれども、それはそのお店じゃないんですけども、違うお店で、飼育の指南っていう形でお手伝いしていたんですよね。まあ、この話はちょっと一旦後にしましょう。で、まあ、ショップの方で、お話もさせていただいて、モルフのお話とかも聞いたんですけれども、結構詳しかったですよ。で、しかも、飼育の仕方っていう部分で明らかに間違った話っていうのはしてなかったです。だから35度って福桃飼育者界隈からしてもおかしいって思うじゃないですか。それをブリーディングもして繁殖もねちゃんとできているようなお店が言うわけないんですよね。なのでただかといって買った側が嘘ついてるかったらそれもわかんないので、買った側が嘘ついてるとも断定しません。ただ可能性としては嘘を言ってしまっている可能性っていうのと、言われた情報を勘違いしている。例えば25度から30度ぐらいにしてほしいって言われた時に、25度と30っていうのが合わさって35度って覚えちゃったのかもしれないですしね、聞き間違いもあるかもしれないです。実際25度から30度って言われた場合納得しませんか？福桃飼育所の皆様納得しますよね。って考えた時に、もしかするとそういう取り違いがあったんじゃないかなと。で今回その先ほど言った通りショップお手伝いしたっていう経緯の部分ですね、お話しすると、そういう飼育の指南っていうのがですね、イベント中ってなかなか難しいんですよ。イベントで見に来てる人が大量にいて、この子見てもいいかな、あれだかな、これかなっていうのを見せて、で実際購入するかどうか決めてもらって、で簡単な飼育方法っていうのは伝えるんですけれども、その購入する側がいろいろ情報を開示してくれないと、その人が飼育初心者なのか、それとも飼育中級者なのか、それとも実はもう飼育バリッバリやってる飼育上級者なのかっていうのは、売り手側からは理解ができないんですね。そこまで読めないんですよ。で相手が言ってくれたらいいですよ。ただ相手が言ってくれないのであれば、簡単な飼育方法しか説明しないんです。温度これぐらいで、ご飯これぐらいで、こういう風にしといたら飼育はできますよっていう簡単な情報しか言えないんですよ、むしろ。で私がしたお手伝いっていうのは、そういう初心者かどうかわかんないような人で、例えば飼育というか購入を悩んでる方に飼育の指南をして、その初心者かどうかっていうのを見極めて、変に危ない人、飼育が全然経験がない人には売らないようにするっていうための、私はストッパーをやったんですね。はい。で散々言われてますが、離乳する前の子をそもそも買わない売らないって言ってるんですけども、飼育初心者の方は
その離乳前かどうか、そんだけちっちゃいのかどうかなんて分かりません。分かってないで買ってるんですね。なので分かってないで買ってるんで、そもそもそこをするなしないとかっていう前提じゃないのよ。もうそもそも知識ない状態で買ってるから、知識ある人だったら離乳前の子を買ったとしても飼育できると思うの。でも知識ない人のところに渡っていて今回起きているのね。そもそも論、売らないっていうのがいいのかもしれないし、いいのかもっていうかそれがいいんだけど、そこじゃないんだよねっていうところ。飼育初心者の方に手が回ってないから、そういうふうに飼育初心者のところで、経験ないままに亡くなっている。で、その飼育初心者の方が、あまりにも調べない方だったっていうパターンが、多いんですよ。なので、今回、福桃のね、飼育者が、飼育者方がたくさんいろいろ言われてますけど、なんかね、そうじゃないんだよねって。で、まず、今回、みんな悪いみたいな話をさっきしたんですけれども、本当にみんな悪いんですよ。で、どう悪いかっていうところをお話しすると、まずは、運営サイドも悪いんですよ。例えば、売れない子っていう言い方をするとあれだな、売るのには早いっていう子が販売されてても、見て見ぬふりっていう状況が、結構、横行してるんですよね。なので、まず出店側というかイベント主催側としては、そういうまだ早い子を販売してしまう実績実情っていうのがあるので、なんだろうな、その出店のために間に合わせてまだ早いけどっていうふうに売ってしまう出店者ショップさんが多いので、キャンセルをもっとしやすい仕組みっていうのを作りましょうっていうのが一つ、これに関しては私イベント主催側に言いました。それちゃんとしないと、そのかわいそうな子がまた出てきてしまうと。動物なのでね。で、また動物愛護法のね、観点から、そういう、注意をしても効かないようなショップも多分あると思うんです。全然販売早いよねって。やばくないかいって、それはって。飼育中級上級者だったら飼育できるけど、飼育初心者さん、もね、買う可能性があるっていう状況で、まずいんじゃないのっていうのは多分見てわかるはずなんですよ。だからそういう怪しいショップっていうのは今後出店できないように、ルールを設ける必要があるんじゃないかなっていうことが2つ目。この2つイベント主催側に私はどっちも言いました。電話しましたし、メールもしました。ちなみに電話番号だったりとか、メールアドレスっていうのはジャパンレプタイルズショーって検索してみてください。簡単に出てきますから。で、次に、出店者サイドですね。私は今回その福桃の件で言われているショップさんと、あと私がお手伝いしたショップには、まあお手伝いしたからこそ、うちのお手伝いしたショップでもちょっとごめんなさいあったんです、早いよねっていう、ちょっと売るには早いよねって子はいたんです。なので一応言いました、ショップ、そのお手伝いしたところにも。で、そこに言った内容としては、間に合わせ出店っていうのをしないようにしてほしいと。まあ、なぜかというと、その初心者に行ってしまう可能性っていうのがあるので、なんだろうな、まだ販売としては早いってなった場合はもう販売しないっていうふうに切り替えない。まあ、ただビジネスが絡む以上、出店しないとなんねんだよなっていうふうに思ってるショップが多くて、で、結果イベント主催側がキャンセルを飲んでくれなくてみたいな、なんかキャンセル料が結構高いなんて話も聞いたんですよね。なんかちょっと私も詳しくは聞いてないのであれなんですけども、そういうのがあるみたいな話なので、なので出店者側が間に合わせ出店っていうのをしがちなので、できる限りその間に合わせ出店っていうのをしないようにしようねって。で、ちゃんともう動物愛護法の観点から見ても、販売時期が早い子っていうのはね、ちゃんと販売して大丈夫だなっていう状況になってから売ろうよっていうのに切り替えてほしいっていう話を、出
店していたショップさん、今回フクロモモンガのその言われているショップと、私がお手伝いしたショップには言いました。で、まあちょっとなんかめんどくさがられたりはしましたけど、うん、そのフクロモモンガの方に関してはしましたけど、まあ多分言わないとダメなんで言いました。で、まああちらもちょっと一個言われたのことがあって、で言われた内容何って言うと、いや出店しなきゃなんなくてさみたいな言い方をしてたので、やっぱり間に合わせ出店っていうのはあると思います。で多分イベントのキャンセルっていうのがなかなかできなくてみたいなところのショップ側の事情っていうのもあると思います。ただ購入者側はそんな事情知らねえよって多分言うと思うので、ただ出店者側のそういう事情っていうのも知ってあげてください。はい、どうしてもそうせざるを得ないっていう状況も生まれているということをご理解ください。でもう一つは、これも言ったんですけれども、飼育後の責任 を放棄してしまう購入者っていうのがね、あまり知識がなくて購入しちゃったりだとか、そういう方がいるので、そもそもそういう方に売らないようにしっかり話を聞きましょう、聞いてほしいっていうことを、これもショップの方に伝えました。でそういう話をしたら、私がお手伝いしたショップはまた私にお手伝い頼むかもしれないと、私みたいに、私まあその飼育の経験だけがあるだけで、まあ免許とか持ってないんで、ご説明のお話だけにはなるんですけれども、なので最終販売っていうのはショップの店員さんがするんですけどね、ただそういうストッパーがいて助かったっていうのはね、お話聞きましたので、今後もお手伝いお願いするねっていう話はされました。でそのフクロモモンガの方にも言いました。それとやっぱり店がねなかなか回ってなくて全部説明できないんだよねって言ってました。で全部説明できないし、初心者かどうかわかんねえんだ俺たちはみたいな感じで言われちゃって、いやまあそらそうだろうって話なんですよ。だって購入者側が言わなかったらわかんないですもん。なのでショップでも抑えきれない場合があります。それはなので、まあ、もしそのショップがねそういうスタッフさんを入れるようになれば、少しはね悲しい子っていうのが減ってくると思うんですよね。なのでイベントの整備、イベント制作じゃない、イベント開催か、イベントの開催してる主催側が、整備をして、ショップ側も整備をして、で次に購入者、まず購入者に関しては衝動買いを控えましょうか。イベントに行くとまあ衝動でね買ってしまうっていうことはあると思います。私もそうです。去年お迎えしてるギョロメちゃんっていう子は私が衝動でお迎えしてる子にはなるので、これに関してはね、もう可愛いと思ってしまってお迎えしたいってなった時の一期一会というのもあるので、衝動買いを絶対なくせっていうのは難しい話だと思うんですけれども、衝動買いはできる限り減らしましょう。で衝動買いをしてしまったならっていうのはこの後ちょっとお話しするんですけども、まずどうしてもお迎えしたくなったのであれば、話をちゃんとショップの方に聞きましょうねっていうところですね。まずそこは重要なんじゃないでしょうか。でプラス自分でお迎え後にお調べをして、そういう怠けたり怠ったりをしないっていうところが大事なんじゃないでしょうか。はい、購入者側はまず衝動買いを控えて、衝動買いをしてしまったのであれば、お迎え後に調べる、まずはお迎えする直前にちゃんとショップの方に詳しく聞く、あとは知識がないのに見栄を張らないっていうところですね、をしてあげてください。それをすることによって、悲しいことが起きることは少なくなるんじゃないでしょうか。はい、そして次に、購入者側、飼育後ですね、飼育後の責任っていうのは、その飼い主様ご自身にはございます。なのでそれを重く捉えてですね、日々の様子の観察、少しでも様子がおかしいと思った時に相談できる人、施設、病院っていうのを、必ず頼り、その上ですね、必ずそれは調べておき、そして、放置はしないっていうところですね。今回放置されている感じの人も結構見受けられました。福桃の飼育してる方っていうのも様子見てたんかなって思うぐらい、ちょっと微妙でしたね。今回その福桃のことで言われてましたけど、ただレオパ
買われてる方とかで、例えば1週間ご飯食べなかったとかってなった時に、お迎えして1週間でご飯全く食べずで衰弱してるのを見たのであれば、それはまず病院行こうかっていう話なんですよ。なんか行動が遅くてみたいなね、書いてる人もいたんですよ。いや、行動遅くてで、なんかのそのそしてて、なんか様子おかしいなって思ったなら、まず病院行こうよって。でもしくはその頼れるショップさんとか頼れる人に聞きましょうっていう、なんか飼育者の責任っていうのを放棄してる方っていうのがこう多く見受けられました。はい。なので購入者はその2つをやってください。購入者にはちょっとね言えないんで、簡単には、あの購入者にメールをしたりデモをしたりはできないので、この動画でこんな形でお伝えにさせていただきます。そして、イベント主催でもないし出店でもないし購入でもない、ツイッターで散々いろいろ言っている人、散々言う前にやることがいっぱいあると思います。イベントの主催の方針を変えたりだとか、ショップがこういうのがあるっていうのだとか、をちゃんと報告するっていうことをしてください。報告もしてないので、ああだこうだ意見だけ言うのは違います。それは、有名人とかを誹謗中傷して、なんかそのね、自殺してしまったとかっていう、本当にそういうのと変わらないんですよ。責任のない、無責任な行動なんですね。なので、責任のある行動を取りたい。もしくは、そういうふうにいろいろああだこうだ言うのであれば、しっかり今回のような場合統計を取って、で裏まで取った上でああだこうだ言ってください。じゃないとただ炎上して終わりなんですよ。でその炎上を見て何が一番悲しいかって、その亡くなった子が一番悲しいんですね。皆さん亡くなった子のこと触れないじゃないですか。亡くなった子を触れる前にブリーダーが悪い、もしくはたまに飼い主が悪いって書いてる人もいますし、もうなんかそういう風にあれだこれだって責任の転換の、もう責任の押し付け合いっていうのをずっとしてるんですよね。責任の押し付け合いをする前に、まずその子のね幸せというのを願ってあげて、いや本当かわいそうだったねだとか、ご冥福を祈ってあげたりだとか、こ生まれ変わってから幸せのところに生まれるといいねだとか、本当にまずその亡くなった子のことをより一層考えてあげてほしいです。あんまり亡くなってしまった子のことを考えてないんですよ、皆さん、ツイッターで書いてる人。で、なんかたまにいました。ショップは死んでもいいと思って売ってるの、そんなこと思ってるわけないじゃないですか。そんなこと思ってないんで、そういう書き方をするのもやめましょうか。変に炎上するだけなんですよ。無駄な正義感かざすぐらいだったら、本当の正義感かざしませんか？本当の正義感をかざすのであれば、イベントの主催を変えられるような動きを少しでも微力ながらやってください。実際に行動してください。行動もしないのにああだこうだ正義感だけ振りかざすのは間違っております。最近というか、もうここ2日3日かな、ツイッターを見てると変な正義感で行動してる方っていうのが多いです。ただ変な正義感でツイッター上でああだこうだ書くだけではなくて、実際にそれを今回のイベントの主催だとか出展者だとかっていうところに問い合わせをしたり、実際に意見をするっていうことまでしないといけないと思います。本当にそこまでできてやっと一人前だと思います。なのでツイッターでああだこうだ書くだけっていうのは間違ってると思います。そしてですね、これって今の SNS だとかインターネットの悪いところなんですけど、コメント欄だったりツイッターだったりってまあ書けちゃうんで、書こうと思えばもうすぐ書けちゃうんで、そこには。でも書かないっていうことも大事なの。書くだけだったらもう簡単です。誹謗中傷を言うだけっていうのは簡単なんです。ただその後の誹謗中傷した後のことまで考えているのか、で、もしくは、今後のイベントのことっていうところまで考えていたり、例えば今後ね、そういう不幸になってしまう、生態っていうのを減らしたいっていうところまで考えれてるのかっていうと、そこまで考えてないで、ああだこうだ書いてる人が多いんですよ。ツイッターも、YouTube のコメント欄も、もう、なんていうんですかね、匿名で書けちゃうから、で書けば残っちゃうし、
ね、でしかも同調圧力をかけるなんていうのはもう簡単なんですよね、書いちゃえばいいだけなんで。でもそうじゃないんですよ、全部の裏表っていうところで全部一個としてね、もう表裏一体じゃないですけども、全てを見た上でしっかり発言をして、でもうどこにも穴がないなんてことはないんです。むしろどこにでも穴があるんで、今後の改善改革のために少しでも意見をしたりだとかメールをしたりだとか、例えばビビちゃん売るのやめなさいよとかっていう形で意見できるように皆さんが行動していかないと変わんないんですよ。でもペット飼育者ってそこまで言わないんですよ、本当に。言う人もいますが、言う分母、ペット飼育者の分母に対してね、下が例えば100人いたとして、言う人って3人とか4人とかなんですよ。本当に 1% 2% とかしか言わないんです、そうやってショップとかっていうところに意見したり。他は意見をするんじゃなくって、まあ、今後こういう風にしてほしいですっていう正しい意見をするのではなく、高圧的にただ単に誹謗中傷暴言を吐くだけなんです。それは違う、本当にそれだけは違う。暴言吐けば吐けちゃうし、でもそれって解決にならないんですよ、ただ争いが生まれるだけなんです。なので暴言を吐くとかこう冷たい言葉を言うのではなくって、今後のイベントが良くなるためにこういう風にしてくださいという意見の言い方っていうのをしていかないと多分ダメかと思います。亡くなった子のことをね、全然ツイートしたりコメントしたりとか、悲しんだりっていうところよりも、なんかどっかが悪いっていう言い方をすごいする人たちばっかりで、ちょっと同じフクモモ飼育者で悲しくなりました、私は。ただこれフクモモだけじゃないんですかね、レオパ飼ってる人とかでもそうなんですけど、本当に悲しくなりました。はい、というところで私の意見でございました。他にも私動画上げておりますので、よかったらね動画見てみてください。チャンネル登録はまあよかったらしてみてください。散々あの福本飼育者ちょっとちゃんとしろやみたいな言い方してたんで、お前のチャンネルなんて見ねえよっていう方もいるかもしれないんですけれども、はい、まあもしよかったら見てみてください。ということで私からの意見でございます。ちょっと長々と30分ぐらい喋ってしまいましたが、最後まで見てくださった方ありがとうございます。ということで以上リントでした。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで以上リントでした。バイバーイ。